はい、というわけでアプリ 2.4 キロですね、大人気アプリを紹介するというね、だんだんこれも波乗ってきましたね。やっぱ先週のやっぱブラックロッチの人たちの意見が良かったんですね。やっぱりあの本当にお前はゲームだけの人間じゃないってこう言われたやつ、ブラックロッチ風に言うとニャーマウィーオメヤマニャーマってなるけどね、あれかっこいいね本当に。というわけで、今日のアプリはですね、あ、うーちゃんまた繋いきっぱなしですよこれ本当に。すいませんね、ごめんなさいね、一旦うーちゃん退出しなきゃなんないんですよ。このままだとねスピーカーに繋ぐとね、音が流れちゃう、うーちゃんとのやりとりも。ちょっとうーちゃんってのはあのね本当になんだろう、あのダイアナキング以来のシャイガールって言われてますからね本当に。いやもう照れちゃってしょうがないんだ本当も、あたしはそんな女が広めちゃうなんねってこう言ってますからね。というわけで、イヤホンを外してですねアプリに行きたいと思うんですが、今日の一発目はこれです。 あれ来た、僕の指紋認証に認識した、 OK。 やっぱね男子でも料理できなきゃダメなんですよ、やっぱり世の中っていうのはね。もうその男子も子育てすべしっていう風潮に変わってきてますから、それは個人がですね、これはあの真面目な話するとですよ、個人がいくらその世の中の流れに抵抗しようって言ったってだよ、戦争が始まったらやっぱりみんな戦争しなきゃいけないっていうことになるわけでね。それこそあのクソ右翼の百田直樹みたいな親父がガタ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 また戦争したいって騒ぎ出すと、やっぱり我々3人がですね、俺たちはコロニーが落ちてくるの真っ平だ、戦争なんかしたくないんだって言ったってやんなきゃいけなくなるってことになると思うとですよ、いや私そこ必死になって我々3人は最後まで抵抗しますがね、やっぱ料理も男子、料理も男子すべきじゃないね、男子も料理すべき。というわけで今日の一発目はですねこれです。世界で一番人気ある料理サイトがなんとあなたの手元に、というわけでクックパッドです。クックパッドこれ音なんねえよこれ本当に、うちはつなぎっぱなしでもよかったよこれ本当でね、一番人気がすぐわかる殿堂入りも見放題ってこう早速アプリのトップページに入ってますが、これでね料理検索ができると、だからなんていうんですか、こう普通にカレー作りたいなって思った時もちょっと今日は違うカレーでバーモントカレーじゃない感じで行きたいわっていう、そこのあなたね、それあなたもすぐこれがあればね料理ができちゃうと、変わった料理ができちゃう。というわけで、レシピ検索でカレーって今ちょっと入れてますけどね、カレー俺たち3人ってのはカレー本当に好きだからね、本当にラーメンかカレーかって言ったらカレー派だもんな俺らな絶対。来ましたよ、来ました、写真入りで入ってますね、カレーって入れたらですね最初でできたのはですね我が家のカレーとかですね、野菜のうまみたっぷりカレーとかね、里芋と白ネギのカレーチーズ焼き、うまそう、さっき食ったんだけどまた 腹減ってきちゃったな本当ね。で、そういうのが載ってるわけですよね、うん、で私もね昔は料理何回かチャレンジしようと思ったことあるんですよ。やっぱりそのね一応料理研究家みたいな風になって、なんていうんですかあの番組格付けするやつ、お願いランキングですか、あれももう終わっちゃいましたけどね、終わってないんだまだやってんだな、あれで一応僕もあの格付けで美味しくないとか言いたいっていうのはありますんでね、まああれね、あのお願いランキングは川越さんというあの水を頼んだらあの金が何でしたっけ、水道水じゃないんだろうけど金が発生して、ブログで叩かれて、それで貧乏人はうちの店なんか来んなって言って言ったら、またさらに叩かれたってことがありましたけどね、ほんとね。まず人のこと言う前に、てめえをなんとかしやがるってのがあったけどね。で、まあこれがあれば、まあ料理ができるというね。いや、でも、まあ、総評なんですけどもね、やっぱり、さっき言ったように、男子も料理して、みんなで料理して美味しいものを食べようっていう風潮はいいと思います、すごく。でも肝心なこと忘れてました、私ね興味ないって言い方はしないようにしてるんですけどね、実際と結構俺食べることっつうのに興味ないんだね、本当たくさん食べれないしね、野菜じゃねえな、さっきもね焼き鳥食ったんですよ、で2本食っただけでお腹いっぱいになるような人ですから、一応そうすると周りからはもっと食べた方がいいなんて言うんだけどね、
てめえらみたいにガツガツ食ってアフリカの子供を困らせるよりかいいんだって。俺はアフリカの子供を救うために俺は焼き鳥日本で我慢してるって言いたいけどね、本当に。でそうなってくるとね、あんまりクックパッドで料理ガンガン彼女とかに作られても俺正直あんまり嬉しくないっていう、そういうとこありますよね。だから総評としてはあんま俺にはいらないんじゃないかっていうふうに思いました、これクックパッド。いやでもなあ、じゃあまたそれ良くないから今度みんなでやろう、あのクックパッドに料理作る会ね、本当に。俺前にすごいクックパッドで見て料理作ったらすごい大失敗して美味しくないから大ちゃんに食べてみてって言ったら、なんでうまくないものを食わせようとするんだって怒られたことがあったけどねそれ確かに正論だなと思うけど、やっぱ食べてもらいたいんだね。やっぱレビューする側としてはさ、まあ伊坂幸太郎とかあのぐらいのレベルになると読むなってはっきり言えるけど、本当につまらないものはさ、他の作家の時だったらつまらないから読んでくれって言いたくなる時もあるからね。まあ気持ちわかりますね。全然話が脱線しまくりましたがね、まあそういうコーナーだからね、これね。というわけで今日の一本目はですね、これがあればあなたも料理上手、というわけで、クックパッドでした。ばっか言ってますけどね。続いては、やっぱさ、漢字ってさ大事だと思うんですよ。あの漢字って印象じゃなくてさ、ジャパニーズのね、あの難しい漢字、あの山とかって漢字も2つあったりとか、川って漢字も2つあったりするじゃないですか。なんか愛とか恋とか書けなくなるときありますよね、どっちがどっちだか分かんないとき。あとこう心とかさ、あのそういう漢字もよく分かんないときあるね。手ってな、真ん中に何本あの横線入ったかって分かんなくなるときあるでしょ。でそういうあなたのためにね、このアプリはですね、続いてはこれですね、筆順辞典。これがあればそんな、わからない漢字もここで入力すれば出てくるというねまた手書きで入力するわけなんですけどね、先週のですね、数式の計算が全然数式を出してくれなかったってのがあるんで、ちょっと筆順入れるのちょっと自信ないですがね、ここでちょっと一個やってみます。わかんない感じなんだろうな、読めない、読めなくて読めない感じない、なんか二人読めないけどコピペしてわかるような感じ。じゃあまあとりあえず最初はじゃあ検索する文字書いてくださいって出てるんですよ。でこれで手って入れてみますね。手、あ出てきた、すげえすげえよ。手って入れたの今漢字でね、そしたらなんかね、いろいろ候補が出てきた、一気に。それに似てる感じですかって言って、手も出てきた。すげえな。またでも、手は簡単でしょ。横線入れて。俺今、手って、毛とどっちか分かんなくなったけどね。次、難しい感じ。愛って入れたらどうかね。一応、まあ、我々もその、世界が愛で溢れるようにってために、この放送やってますんでね。やっぱ愛が大事だと思うんですよ、結局、本当に。ジョン・レノン。が出るまでもなくね、愛って入れてますけどね。愛ってまず書けるかな、ちょんちょん。愛って心入りますよね。心の下に何でしたっけ、あの受けるみたいな字ですよね。あれ、あそうだ、すげえ、はい出てきた、これこれ便利だわ、これ本当に。あでしかも愛って入れたら筆順もちゃんと出てきた、すごいね。いやちょっと待って、俺アプリ 2.4kg やってて初めてこれいいアプリだと思った。これやっぱゲームとかやったって面白がないじゃないですか、あんなもんやったって頭悪くなるだけだしね、本当に。これはいいアプリだね。製品版と何が違うんだろう、相変わらずあの無料版落としてるんですけどね。いやこれはいいですよ、やっぱなんつうかさ、最近ほら流行ってんじゃない、あの中居くんの気になる図書館でもやたら漢字のうまさこう見せせられてさ、書き順が違うからマイナス1点とか言われてうせえとかって思うことあんじゃん。書いちゃったらどういう風に書いたか分かんないじゃんなんつって言ったって、そういう問題じゃない、心の問題だとかって。心、心って一体どこにあるんだよ、心って一体誰なんだよ、心なんて見たことないよ、そんなもんあるのかよ、教えてくれよなんつって言って言う時にあるじゃないですか。でもこれはいいね、こういうやつにも対抗できるね、これ。いやあのね、総評としてはね、このアプリ便利なんで、あの
絶対あって損はないと思いますね。多分容量とってどんぐらいだろうな、そう大きくはないでしょう。まあ私一応まあね、一応まあなんていうかちょっとね、ねね、バイトしてね、一応ちょっと金がある身ですから iPhone5S 一番大きい容量になってますけどね。そしたらその話したら、俺はあの改造してあるから今俺の iPhone は256GB あるんだぞって言われた時びっくりしたけど、この友達にえっつって言ったことあったけど、でもこれ多分そんな容量食わないと思うんですよ。多分そうですね、このアプリ1個どんぐらいですか、 5GB ぐらいなもんだと思うんですよ。だからでもそれでもあっても、ま、あの邪魔じゃないと思うんで、これは初めてアプリ 2.4kg レビュー 2.4kg 始まったら終わっちゃうと思うんですけど、それでもねこれは絶対落とした方がいい。本当にラジオって入れたらなんて出てくるか検索しようかなと思ったけど、ちょっと僕暴走族の当て字みたいなの苦手なんでね、ちょっとそれやめときますね。はい、これ便利なんでぜひ落としてみてください。はい、というわけで、最後のですねアプリはですね、筆順検定でした、筆順辞典でした。というわけで以上アプリ 2.4kg でした。